はい、JR の亀戸駅に来ております。久しぶりにこのように、スタッフの人がビラを配ってくれてますが、はい、はい、ありがとうございます。もうちょっと寄ってもらった方が、はい、江東区の担当の、はい、二瓶高文さん、文高さんですね、はい、はい、今日ちょっとね、加藤先生といわゆる税理士さんと司法書士ということで、あの業務の打ち合わせで今亀戸の方でビラ配る途中に業務を先生されたということで、はい、ちょっとなんか眉毛についてる、ちょっと目つぶれないね。OK です、はい。でまああのね、ビラ配り どうですか？あの本当に、まあ、あの非常にさっきまではなんか山谷地区の人たちの、はい、あ、そうか、別の募金のやってましたんですけど、ありましたね、はい、今いなくなったんで、はい、まあ、その人たちもビラ配ってましたけど、はい、やっぱりこの放送を聞いて、はい、やっぱ向こうからもらいに来てくれるっていうのが面白い現象で、私も散々いろいろなビラ配りしてきましたけど、あ、そうですね、もうこっちからも本当にお願いしますって言ってもいらねえやって感じ。選挙何回出たことあるの？選挙は、まあ、自分の選挙だと6回、はい、いわゆる中央区で3回はでしょ、まあ、あとは、まあ、中央区で4回、あとは参議院全国と参議院和歌山、あ、そうか、和歌山でも県議選出てますから、まあ、全部で6回、ね、6回目の選挙と、はい、まあ、そういう面では本当に面白いというか、あの向こうからくださいと言われるのは、うん、まあ、あの当時小泉さんが総理の時に、はい、あのポスターをくださいって言われた時以来かなっていう感じはしますね。もともと自民党維新の会で、はい、うち NHK が、はい、すごい人気ありますので、なんか一昨日加代先生がなんか隣の吉祥、その間か吉祥歩いてたら、ちっちゃい子が、ほんとちっちゃい子がもうずっとビラ見てるんですよ、はい、何言ってんのかなと思ったら、もうでも一発でもう目指すんで分かるんで、はい、NHK がこのままのビラ見てると思ってそれで吉祥だったんで神田須藤さんがいるのかなと思って、ちょっとあの駅の方探しに行ったんですけど、ちょっと残念ながら、はい、昨日はですね、あの実は吉祥、はい、我々も江東区担当と中央区担当の息子と、あと、まあ、台東区の受かった掛川さんと、で、あ、そうか、そうね、あの、はい、墨田区の神田さんと4人でやってきました、はいはい、合同でね、合同で、はい、でもあの吉祥っていうのも全部が墨田区だから墨田区民だけじゃなくて、ここもそうなんですよね、うん、墨田区の人も通るし主要駅なんで、どこからからいろんな来た人も多いですね、ね、まあ、結局結果的にね、23区全部から公認候補が立ちましたので、まあ、4月に選挙があるのが全部で23区中、僕の葛飾と足立区を除いて全部ということで、21の選挙区で、まあ、台東だけが先で、4月14日告示、4月21日は、20の選挙区なんですが、全部公認候補が1人ずつ立ったと。ちなみにこれなんかめっちゃ可愛いなと思って、これ今出来上がったすごいですね、このビラはもう相当受けると思います。このビラね、ちょっとなんか変なのいっぱい出てる、あのちょっと今ビラだけ欲しいと思って、そうそう、僕もね今ね、これ夏目さんっていう、こうアイドル、この子荒川区から出る予定なんですけど、さっきこのツイッターでこれが来て、ツイッターじゃないや、この写真が来て、はい、でこれをついにというか僕がね、LINE で立花隆も欲しいって書いたんですよ、可愛いから。そしたら、え、立花さんの写真も入れなきゃいけないんですかって来たから、いやいや、そういうことじゃなくて、このチラシが欲しいと。みんな立花先生と写ってますもんね。で、劇団シールも来ないですよ。シールに写真入れてるの、さすがアイドルだなと思って。これシール違うんですか、一人一人。あ、違うの、だから、これ写真は入れてない。写真なんか入れないから、だからさすがにアイドルよ、これ。NHK から国民モルトの、だからこれからね、これは二瓶さんのやつですよね。だからそれぞれこうやってオリジナリティをつけて、で確かに写真入れるの面白いかもわからないですね。あのやっぱり顔に自信があるから、いや、つかこんなのだって、だって夏目さんが当選したら NHK から国民を守るとなんとか、それやっぱ女性の顔入ってるだけですごく違うから、1人で2枚も3枚も持ってくる。あ、だから NHK から国民を守る党のどこどこ市議会議員です、でどこどこ区議会議員です、で、裁判担当の司法書士の会を丸のです、みたいな、そういうのも面白いかもわからないですね。いやいや、でも本当にね、もう僕はほとんど
現場にこうやって来ることもほぼなく、まあちょっとこれからなどか出すようにはしようとは思ってますけど、まあもう全国で49人今、はい、立候補内定者というかね、公認候補がおりますので、まあ孤独はね、孤独はまあ僕はもうここは余裕で、被害も多いですしね、もうポスティングも、ね、はい、相当やっていただいているということなので、なんとかなると思います。じゃあこの辺で、はい、ということで、江東区より NHK をぶっ壊す、はい、ありがとうございました、はい、どうも。